皆さんこんにちは。本日もドラゴンクエストモンスターズ3をやっていきましょうか。そして皆さん、体験版はどこまでやりましたか？ぜひコメント欄で教えてください。で、現在進行形で、こちらですね、配合を楽しんでいるわけですが、フォレストドラゴのなんと配合ルート見つけました。ただ一方でこれハテナハテナハテナになってる通り、こちらですね、体験版では生み出すことができないモンスターといったところで、配合ルートは見つけたけど生み出すことができないんですよね。で、おそらくではこれあるんだけど、多分 E ランクのルートっていうのが他にもいくつか存在すると思っていて、で、多分 E ランクに関してはフォレストドラゴンのみだけではなくて、他のモンスターも同様で、こういった表示が出て、多分生み出すことができないといった表示に変わってしまうのかなと思いました。まあ一応ですね、フォレストドラゴンの配合ルートといったところで、こちら掲載しておきましょうか。製品版出たら即ね、こちら配合することが可能になってくるかなと思います。まあ、パターンとしましては、イバラドラゴンと、ダッシュラン、こちらを組み合わせることによってフォレストドラゴンを配合することが可能でございます。一方でこれね、配合できたらめちゃくちゃ面白いと思ったんだけど、できませんでしたね。やっぱり、いやー、せっかくルート見つけたんだけどできなかったか。で、ダッシュランにつきましては、ベビーサタンとドラゴン系。で、ドラゴン系に関しては何でも大丈夫です。で、こちらを組み合わせることによって、なんと作っていただくことが可能となっていると。で、ベビーサタンにつきましては、これね、2つの特殊配合のルートがあるんですが、一番簡単なのが、ノラでゲットすることができるドラキーとスライムベース。こちらを組み合わせることによって、ベビーサタンは作っていただくことが可能でございます。で、イバラドラゴンについては、これね、ノラで捕獲可能、人間界で捕獲可能ですので、これをね、流用していただき、ダッシュランとイバラドラゴンを、組み合わせることによって、簡単にですね、こちらフォレストドラゴンをですね、配合していただくことが可能となっております。まあ、そのような仕様となっているため、ぜひね、こちら製品版出たら配合されてみてはどうでしょうか。ただ、フォレストドラゴンはですね、覇王城の魔界、こちらの初級で、出てくるんですが、スカウトも不可となっていて、かつまあ特殊配合のみで今のところは入手可能となっておりますが、多分製品版が解禁されたら、あ、けどあれってできんのかな、スカウト。製品版でもできないとかそういった仕様あるのかな、どうなんだろう、ちょっとわかりませんけど、まあ少なくとも特殊配合でですね、こちら入手可能となっていて、で、確かね、フィールドで出てくる、あのモンスターについては L サイズに該当しますので、多分 S サイズがいるかどうかちょっとわからないけど、もし S が欲しいんであれば、今のところは特殊配合のみでしか、ゲットすることができない。で、この配合の仕組みっていうのが、S と S を組み合わせることによって S の子供が生まれる。で、S と L が親だとすると、その場合でもですね、S が生まれて、で、子供を L にするんであれば、一応法則として、どちらもね、親が L じゃないと、L が生まれないって仕様になってるんで、そう考えた時に、多分 S サイズのフォレストドラゴンをゲットするには、この特殊配合ルートしか、現状はないのかなと思いました。まあ、ノラでね、S サイズが出てくる可能性があるけど、多分現状はそのような仕様となっているのかなといったところですね。まあいろいろね、ちょっと他にも語りたいことがたくさんあるんですが、現状はこのような、形になっております。まあそんな感じでしょうか。いやー、フォレストドラゴンを作ることができたらよかったんですが、まあ配合ルートのみ、現時点では判明していると、そのような形となっております。まあ非常に残念な点ではありますよね。まあさすがにちょっとそんな都合のいい話はないかと思っておりましたが、やっぱりねえかって感じですよね。まあ他にもですね、強力なモンスター、まあ強力というか E 以上のモンスター作ることができないということが、先ほど確認して、確定してしまいましたので、所詮 F だからさ、 F って本当になんか序盤中の序盤っていう認識なので、まあ、そんな大したことないんですよね。だからまあなんだろう、
結局なんか引き継ぐことができたとしても速攻なんかそのモンスターで配合に回すとか使わなくなってしまうと思うからさ、製品版出た瞬間に、まあ、それを考えると別に正直なんかいらない感じもするよな。どうなんでしょうか。まあなんとも言えないところではありますが、はい、まあ、そんなところでぜひ皆さんもですね、様々なモンスターを作って遊んでいきましょう。ちなみに体験版の時点でもですね、約150体のモンスターを、配合可能となっておりまして、でそれこそさっき取り上げた特殊配合のルート、こちらがかなりの数がございますので、それを考えると、かなりの数のモンスター作ることできるよね。ぜひ皆さんもですね、なんかおすすめのモンスターとか何を引き継ぐか、今もうすでに決まってる方がいたらコメント欄で教えてください。ただ相当なパターンがあるから、でかつなんだろう、そのランク帯のモンスターの中で優劣ってあんまりないかなと思ってて、体感的にはだからまあ F だったら F でも正直そんな性能差ってあんまないんじゃねって思っちゃうけどね。まあ例えばキラキラモンスターだったりとか L サイズのモンスターであれば能力差っていうところが顕著にあるけど、ただそれ以外で言うとそんなになんかあるかって言われるとそんなないからね。まあ所詮は体験版だからさ、まあとりあえずそんな感じでしょうか。まあとにかくね、今こういった形で体験版に勤しんでいるわけですが、ただ体験版でもねやることが盛りだくさんというか、まあ結局なんか配合ゲーっていうところでなんかひたすらなんか楽しめるっていうのがすごいよなこのゲーム。だから探索するというよりモンスター乱獲してひたすら配合してみたいな、まあそういったゲームになってしまってるからさ、なんか個人的な見解としてはなんかもうちょっとフィールドが広くてもよかったのかなと思いました。まあ、現時点では人間界一つと、魔界二つで合計三つのマップを遊ぶことができますが、いずれにおいても、まあ、そんなに広くはない。まあ、今のところ移動手段がこういった形で、まあ、徒歩プラス、ダッシュ。乗り物に乗ることもできないから、まあ、スピードに対してのフィールドの広さっていうところで考えると、まあ、そんなもんなのか。なんかもうちょっとフィールドは広くても良かった感じがするけどね。で、あとはね、配合していいと思ったのは、組紐小僧いるじゃないですか。で、今作特殊配合がね、かなりのパターンあるので、で、この組紐小僧ですね、特殊配合で、かなり多用することになるから、組紐小僧はね、優先的に作っていった方がいいなと思いました。組紐小僧と、あと竹槍兵が、あいつの汎用性やばくない？なんかかなりのパターンで使うよね。あと腐った死体か。これら絶対作っておいた方がいいなと思いました。はい、まあ、そんなところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。E ランクの配合ルート見つけたけど、ダメなのかいっていうね、ちょっと残念なお話でしたね。